新しいパワートレインの燃費性能は期待以上。新型スイフトの素デザインについては、多くの人がキープコンセプトと感じるものになっていますが、存在感のあるフロントグリルと流れるようなヘッドランプ、フェンダーの上から大きく開くボンネットなどによって、構成されるフロントマスクからは、 グローバルコンパクトとしての立ち位置をより強めてきたことも伺えます。最大の注目はパワートレインでしょう。これまでスイフトは 1.2L の直列4気筒エンジンを積んでいました。ライバルの多くがコンパクトな3気筒を選ぶ中で、スイフトの上質な乗り味を生み出すものとして差別化ポイントにもなっていました。しかし、 新型スイフトはトレンドに合わせて高効率な 1.2L の3気筒エンジンを採用 z 1 2型という型式名はガソリンエンジンの究極を目指したことを示唆しているようです CVT トランスミッションも効率を追求した新型に刷新鈴木が熟成してきた ISG インテグレーテッドスタータージェネレーターを 使ったマイルドハイブリッドシステムは引き続き搭載されています。その結果、従来モデルのマイルドハイブリッド車の WLTC モード燃費である 21.0km パーリットルのスペックを大きく上回る24.5から 22.0km パーリットル CVT 車を実現マイルドハイブリッド機構を搭載しない純エンジンの XG の燃費性能も 23.4km パーリットル FF22.0km パーリットル 4WD と驚くほどほど良好です充実した先進安全装備 .MT 車にも ACC を装備コンパクトカーに求められる快適性もしっかりカバーしています最上級グレードハイブリッド MZ に オートホールド機能付き EPB、電動パーキングブレーキが採用され、ACC は停止保持機能が付きます。その他のグレード、CVT 車も全車速 ACC を標準装備、停止保持機能はなし。さらに MT 車でも ACC が標準装備されます。40km、H 以下では解除。 先進安全装備では単眼カメラミリ波レーダー超音波センサーと3種類のセンサーをフュージョンした先進安全機能デュアルブレーキサポート2を全車に標準装備またコンパクトカーとしては珍しいブラインドスポットモニター斜め後方の四角を走る車両を検知する機能が備わるというのも 安全性に優れたコンパクトカーを探しているユーザーには見逃せないポイントです。新型スイフトのグレード構成。ハイブリッド MZ パイプ216万7000円 FF233 万2000円 4WD。ハイブリッド MX パイプ192万2800円 FF208 万7800円 4WD。 XG パイプ172万7000円 FF189 万2000円 4WD 最近の鈴木社ではおなじみ全方位モニターに対応した純正ナビゲーションは9インチの大画面となっているのもポイントコスト重視派には同じく9インチ画面のディスプレイオーディオを用意しているのも鈴木らしい点かもしれません 使い勝手の面で注目したいのは、リアドアのアウターハンドルがオーソドックスな形状、位置となったこと。従来のスイフトはスタイル優先でリアドアの、ハンドルをブラックアウトした部分に隠していたのですが、位置が高く小柄な人には扱いづらいという声もありました。このあたりの改善は、スポーティーなコンパクトカーというキャラクターから、 グローバルでオールマイティに評価されるコンパクトカーへと、ステップアップするという意思表示も感じられそうです。